さあ、ちょろちょろしやがって。捕まえられるもんなら捕まえてみろだぞ。シャンデリアに登るとは卑怯だぞ。飛行魔法はまだ習っていないし、何か挟んだり捕まえたりする。アイデアがって、おい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 、ちょい待ち。なんでマジカルペンこっちに向けてんの？お前を投げればいいんだ。冗談でしょ。浮かすな。俺のこと投げる気かよ。やめろ、マジで。しっかり捕まえろよ。よく狙って、行くぞ。信じらんねえ。しまった、捕まえた後の着地のことを考えてなかった。まあ、輪っかじゃねえの。グリムは捕まえたけど、シャンデリアぶっ壊したのが学園長に知れたら。知れたら何ですって？あ、学園長、あなたたちは一体何をしているんですか？ふにゃあ、目が回るんだぞ。石像に傷をつけただけでは飽き足らず、シャンデリアまで破壊するなんてもう許せません。全員即刻退学です。そんな、どうかそれだけはお許しください。俺はこの学校でやらなきゃいけないことがあるんです。バカな真似をした自分を恨むんですね。許していただけるなら弁償でも何でもします。このシャンデリアはただのシャンデリアではありません。魔法を動力源とし、永遠に尽きないろうそくに炎が灯る魔法のシャンデリア。伝説の魔法道具マイスターに作らせた一品です。学園設立当時からずっと大切に受け継がれてきたというのに、歴史的価値を考えれば10億マドルはくだらない品物ですよ。それを弁償できるとでも？10億マドル。でもさ、先生の魔法でパパッと直せちゃったりとか。魔法は万能ではありません。しかも魔法道具の心臓とも呼べる魔法石が割れてしまった。魔法石に2つと同じものはない。もう二度とこのシャンデリアに光が灯ることはないでしょう。俺は母さんに何て言えば。そうだ、一つだけシャンデリアを直す方法があるかもしれません。このシャンデリアに使われた魔法石はドワーフ鉱山で採掘されたもの。同じ性質を持つ魔法石が手に入れば修理も可能かもしれません。僕、魔法石を取りに行きます。行かせてください。ですが、鉱山に魔法石が残っている確証はありません。閉山してしばらく経ちますし、魔法石が全て掘り尽くされてしまっている可能性も高い。退学を撤回してもらえるなら何でもします。いいでしょう。では一晩だけ待って差し上げます。明日の朝までに魔法石を持って帰ってこられなければ君たちは退学です。はい、ありがとうございます。ああ、しゃあね。じゃあパパッと行って魔法石を持って帰ってきますか。ドワーフ鉱山までは鏡の間のゲートを利用すればすぐに到着できるでしょう。はい。なんだ、俺様は一体何を。ああ、なんでこんなことになっちゃったかな。ついてなさすぎ。ブツブツ言ってる時間はない。行くぞ、闇の鏡を。僕たちをドワーフ鉱山へ導きたまえ。